スカイボルト、スカイボルト、ダグラス GAM-87、エイジム -48 スコヨーボルトは、1950年代後半に、アメリカ合衆国で開発されていた、空中発射弾道ミサイルである。弾道ミサイルの実用化は、それまでの戦略爆撃機に対して飛躍的な長距離、戦略攻撃力をもたらしたが、初期の弾道ミサイルの最大の欠点として、 ひ得と敵の先制攻撃に対する防護が不十分なことがあった。1950年代においては核弾頭の資金炸裂に耐えうる対爆発射設備、ミサイルサイロがまだ開発されておらず、アメリカ空軍の露天、固定配備の弾道ミサイルは生存性に対して大いなる疑問を持たれていたことから弾道ミサイルに高いひ得性と生存性を持たせるべく発案されたのが、 空中発射弾道ミサイルという兵器システムである。これは爆撃機に搭載され、空中で切り離された後に点火、飛行する中距離弾道ミサイルである。弾道ミサイルを航空機に搭載すれば、一旦離陸して空中待機体制に入れば、常時その所在地を変更することができるために、秘匿性が高く、敵の先制核攻撃に対しても高い生存性があると考えられていた。 また、大陸間弾道ミサイルの実用化によりその存在価値を大幅に減ることになる戦略航空軍団、アメリカ空軍戦略爆撃機部隊にとっては大型爆撃機の新たな任務運用法として注目された。しかし、開発にあたり技術的困難が多く、開発に伴う一連のテストが失敗し、これが原因で開発計画が中止された。 スカイボルト計画に参加していたイギリスは、磁気核ミサイル計画がなくなることにより、その核戦略に大きな問題が生じ、外交関係に影響を与えた。空中発射弾道ミサイルという兵器システムに関する研究はその後も継続されたが、1960年代に入り、十分な対話防護能力を持ち、弾道ミサイルを即時発射可能な状態で待機させる。 ことができる下施設であるミサイルサイロが実用化されたことから以後の研究はキャンセルされた。1958年にアメリカ合衆国のいくつかの企業が戦略爆撃機に搭載して高高度で発射される大型弾道ミサイルのデモンストレーションを行った。このミサイルはアメリカ海軍の潜水艦発射弾道ミサイル SLBM と同様に中間工程で 転速後方を併用する完成後法装置を使用し、既存の地上配備のミサイルと同等の命中精度を持っていた。このシステムはアメリカ空軍の興味を引き、1959年には開発計画の入札が行われた。同年5月26日、ダグラスエアクラフトが主契約者となり、サブコントラクターとしてノースロップのノーラニックス部門誘導装置、 エアロジェット・ジェネラル、推進装置、ゼネラル・エレクトリック、再突入体などの企業が開発に参加した。計画は、最初に、兵器システム WS-138A として、始まり、1960年には GAM-87、スカイボルトの名称が与えられた。同じ頃、イギリス空軍、RAF は、ブルーストリークとして知られる。 中距離弾道ミサイル開発計画に問題を抱えていた。ブルーストリークの開発は計画の遅延と予算超過のみならず英国諸島でミサイルサイロとして利用可能な地域は仮想敵国であるソ連にとって容易に発見、攻撃が可能であることを意味した。RAF はスカイボルトが地上配備ミサイルより安全であり同時に増大するソ連防空軍。 プボストレイニーの防空圏の外から使用できる乗車艇のスタンドオフ兵器として RAF の3ンボマーのプレゼンスを維持することができると考えた。このことは開発中の高価なブルースチール MKE 空対地ミサイルが必要なくなることを意味した。当時の英国首相ハロルド・マクミランはアメリカ合衆国大統領アイゼンハワーと会談し、 RAF が144機のスカイボルトを購入することに合意し、そしてブルーストリーク、ブルースチール MKE は両方ともキャンセルされた。1961年1月にはアメリカ空軍の B-52G による透過テストとバルカン BMK に爆撃機の試作機 XH537 を使用したモックアップミサイルによる互換性試験が始まった。 1962年4月にはロケットエンジンと誘導装置を搭載した発射テストが始まったが最初の5回の発射テストはすべて失敗に終わった。1962年12月19日にケネリ大統領によってスカイボルトの開発計画中止が決定され量産は中止された。その直後の12月22日に最終となる発射テストが行われその試験は 成功を収めている。この決定は、英国から信頼性のある核抑止力を奪うこととなり、スカイボルト危機、スコヨーボールとクライシスと呼ばれる外交問題になった。開発と実写試験に関する資料は、出資に応じた成果として、英国に提供されたが、英国は、国防長官、ロバート・マクナマラの発案による、ポラリス SLBM の導入に同意し、 主要な核抑止力の担い手を RAF からイギリス海軍へ移した。RAF は V 爆撃機や後のパナビアトーネード攻撃機に搭載する戦術核爆弾の運用能力を保持し続けた。計画中止後も残ったザギャム -87A ミサイルを用いて限定的な飛行テストが続けられた。1963年6月に ザギャム -87A は、ザム -48A に解消された。GAM-87 スカイボルトは、エアロジェットジェネラル製の二段式固体燃料ロケットで、飛翔する駐車艇の弾道ミサイルで、全長11.66メートル、38フィット3インチ、テールコーン含む、全幅1.68メートル、 5フィット6インチ、ミサイル本体の直径89センチメートル35インチ、発射重量5000キログラム11000ポンド、射程1850キロメートル1150マイルだった。弾頭は核出力 1.2MT の W59 核弾頭を搭載した MK7 型再突入体を一気装備する単弾頭ミサイルだった。 1> 第1弾ロケットの燃焼が終了した後、第2弾エンジンが点火するまでの、しばらくの間、スカイボルトは滑空飛行する。第1弾の末尾に8枚の尾翼があり、うち4枚が稼働であり、その空力制御により誘導を行う。第2弾の制御は、稼働ノズルによって行われた。アメリカ空軍では、B-52G が、翼下の並列パイロンに2機ずつ、 合計4機のミサイルを搭載し、英国ではアブロバルカン BMK に爆撃機が両翼に1機ずつ合計2機のミサイルを搭載する計画であった。パイロンに取り付けられたミサイルは空気抵抗を減らすためにビ部にテールコーンが取り付けられているが、これは搭載機からミサイルが投下されると分離する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。